十三代目、市村宇大門の弁天小僧、菊之助、青床を花くれない災害は、文久2年3月に、江戸市村座で初演された歌舞伎の演目。通称は、白波五人男。世話物、二代目、川竹新七作、全三幕九場。弁天小僧の出がある場のみを上演する際には、弁天娘女団白波と、下台が変わり、 さらにそれを、小野菊五郎が務める舞台に限っては特に、音菊弁天小僧と下台が変わることもある。何度も映画になり、名家博白沢一手聞かせ野生があることから、大衆演劇、素人芝居でよく演じられた。石川五右衛門、ネズミ小僧と並ぶ日本屈指の盗賊、白波五人男の活躍を描く、明治の名優五代目、 尾上菊五郎の出世芸となった作品。17歳の時から生涯六度演じており、最後の舞台も、弁天小僧だった。菊五郎の自伝によれば、芝居の関係者の直介という男が三代目、歌川豊国画の西家を見せに来たら、自分自身が弁天小僧の紛争で、抜き身の刀を床に突き刺して酒を飲む絵柄だったので、早速、川竹新七に客職を依頼したとある。 別の説ではある日清なのが両国郷で女物の着物を着た美青年を見かけてみてふと思いつきそのことを報告に話すと報告はそれを二式縁にしてさらに新七がそれを元に激化したという劇の宣伝文である語りには豊か国漫画姿そのまま歌舞伎仕組みに伝とありいずれにせよ報告の作品からヒントを得て作られたことは間違いない 弁天小僧は戦前は五代目の実施の六代目、小野菊五郎、十五代目、市村宇左衛門、戦後は十七代目、中村勘三郎、七代目、小野江,小野江,江光、子、そして現在は五代目の彦の七代目、小野菊五郎、さらにその子の五代目、小野菊之助、他に十八代目、中村勘三郎らに受け継がれている。知らなみ者は、 当族が活躍する歌舞伎狂言を総称する名前である。二幕目第一話での女装の美男子、弁天構造、菊之助の名乗りや、二幕目第三話、稲瀬川勢揃いの場では、心差しら波の字を染め抜いた番傘を指して、男立ての紛争に身を包んだ五人男の名乗りが、名高い。花道を堂々と登場後、舞台に来て、取り手を前に五人組が勢揃い。一人ずつ、 渡り台詞で見を切り、援語や掛け言葉を駆使した75丁のリズミカルなつらねで名乗る姿には、歌舞伎の様式美が凝縮されている。この様式は遥か高世の秘密戦隊ゴレンジャーをはじめとする子供向け戦隊もののヒーロー番組にまで受け継がれている。大詰め第1話の弁天小僧切腹から第2話の大門登場に至る感動返しも目を引く。 青とは、追手の名前、青と藤綱にちなむ。歌舞伎の人気狂言、狩金え五人男、新薄雪物語、老門五十三切りなどの有名な場面を、本家取りした場面も見られ、それを全く新しい作品に作り変えた、作者、木網の基地に富む傑作。稲瀬川勢揃いの場文久2年3月、江戸志村座小演人の役者へ、三代目、歌川報告が、 大判三枚続きもの。左から三代目、石蔵十郎の日本大門。初代、岩井久米三郎の赤星十三郎。四代目、中村主観の南郷力丸。初代、河原崎権十郎の中心理兵。十三代目、市村宇佐衛門の弁天小僧菊之助。白波五人男にはそれぞれ、モデルとなった実在、架空の人物がいることが知られている。白波は、 盗賊を意味するが、これが、夜働き、知らない、七里ヶ浜の覚悟にかかっている。寺島は五世、菊五郎の本名、寺島清を、島の中にある寺に、祖父さんは五世、菊五郎の祖父にあたる家政期に名誉と歌われた、三世、菊五郎に、明世ゆえんは五世、菊五郎の次男が、初代菊之助であることにそれぞれかけた、くすぐりである。なおこの、 祖父さ野の,の部分は、弁天小僧を務める役者によって言い換えられる。それはその役者自身と、弁天小僧とは不可分な、尾上菊五郎との続き柄によって決まるもので、すなわち、当代の七世、尾上菊五郎は、祖父が六世、尾上菊五郎なのでそのまま、祖父さん野、というが、その父、七世、尾上江賠にとっては六世菊五郎は父に当たるため、これを、と、三の、 と言った。また六代目菊五郎自身もその父が五世、小野菊五郎なのでやはりこれを、と、残の、としており、最近では五代目、小野菊之助が演じる場合も、祖父だとならせえバになるため、と、残の、としている。さておとわ屋の菊五郎、菊之助、バイといった、菊五郎演者の役者はそれでよいが、弁天小僧は、 たの役者もたびたび務める人気の役どころである。そうした際には彼らは、尾上宗家に遠慮して、ここを、おとわやの、と言い換える。ただし、十八世、中村勘三郎に限ってはここをそのまま、祖父さんの、と言ったが、これは十八世、勘三郎の母方の祖父が他ならぬ六代目、菊五郎であるためである。白波五人男に関するカテゴリー。ありがとうございます。